はい、こんにちは。2020年、3月12日ウェブ朝倉学校、第9回になります。はい、本日は数学の内容で、数学で、予告では体積で言ったんですが、体積の前に面積が必要だろうということで、面積を本日は始めたい、面積をやりたいと思います。で、面積についてですが、一番小学校のその最初の頃にある三角形の面積をベースにやりますので、今日基礎編20分ぐらい、発展編、20分か30分ぐらいありますが、実は、いずれも小学生でも理解できる内容ですので、あまり計算も難しいやつはできませんので、ぜひ見てみてください。それではいきますね。はい、でまず三角形の面積の確認ですが、三角形の面積は底辺×高さ割る2、小学校で言うと底辺×高さ割る2となりますが、中学的に言うと、最初に割る2じゃなくて2分の1と表現しまして、2分の1かける底辺かける高さということになります。で、これも当たり前の式と思いますけど、証明の仕方っていうのは分かりますでしょうか。で、実は平行四辺形、三角形が なぜこの2分の1かということなんですが、これは同じ三角形を2つ持ってきて、この面を、ひっつけて作るんですね。で、そうするとこれと底辺と底辺がちょうど平行になりますので、平行四辺形になります。で、平行四辺形の面積は底辺×高さになりますので、この2つ合わせると平行四辺形になって底辺×高さになるので、1個分の三角形では2分の1×この底辺×高さのちょうど半分ということになるわけです。さて、じゃあその次に平行四辺形が、底辺かける高さで面積が求められるというのはなぜかというのを分かりますでしょうか。なんとなく分かるとは思うんですが、この証明の仕方を、証明というか示し方を知っておくと面白いと思います。はい、それは実は長方形の面積をうまく使うんですね。長方形の面積は、これは誰でも分かると思うんですけど、横の長さ×縦の長さ、横×縦です。これ長い辺のことを長辺って言ったりしますので、正方形の面積は長辺×長辺×短辺ということになります。はい、横×縦と言ってもいいですね。で、この長方形の面積はすぐに分かると思うんで、これに平行四辺形の面積の、求め方をうまくつなぎ合わせていくんですね。それではちょっと平行四辺形についてこういう発想をしましょう。平行四辺形、この平行四辺形の、どちらでもいいんですけど、そのちょうど平行が、きちんと上下ともある部分は除いて、はみ出てる三角形の部分を ひっくり返してこっち側に持ってきます。で、そうするとこれちょうど長方形なんですね。よってそうすると、これ底辺の長さ×高さになりますので、長方形の面積が縦×横だという原理が分かっていれば、この飛び出たところをこっちに持ってくることによって、これ結構平行四辺形も長方形の面積と同じということが示すことができますので、底辺×高さという発想ができるわけです。さて、先日三角定規でいろいろ遊ぶとよろしいという話をしたので、ちょっと三角定規で平行四辺形を試しに作ってみましょう。これ4つ三角定規でありますが、これ直角三角形の三角定規ですね。で、これをこう4つ組み合わせると、これ平行四辺形ですよ。平行四辺形
大丈夫でしょうか、これ。あ、ちょっと下が白い方が見やすいですね。ちょっと置き直しますと、はい、こうです。はい、まあこの前直角三角三角定規を4組買っていろいろ図形を作ってみましょうという話を第1回で出しましたが、この直角三角形の三角定規を4つ組み合わせると平行四辺形です。確認してますよ。これ平行ですよね。これとこれ平行で、これとこれも45度の角度で平行ですので、2つの辺が平行ですので平行四辺形です。さて先ほどの原理でやってみましょう。あの両辺、両方とも平行が上下揃ってるところは無視して、はみ出たところに注目する。このはみ出たところを切り取って反対側に持っていくんですね。はい、長方形になりました。そうすると、まあ、平行四辺形の面積は、底辺かける高さで、まあ、長方形と同じ、まあ、あの縦かける横という発想でできるということが確認できました。それでは、まあ、あの平行四辺形引き続いて三角形の面積に関するさまざまな特徴をあの確認していきたいと思います。三角形の面積が底辺×高さで示されました。でそのことを使うと、例えばここにある3つ の青色三角形と、それからピンク、オレンジ色三角形と、それから黄色三角形、形は違いますね。形は違うけれど、なんとなく面積は等しいということが、まあ、なんとなく分かると思うんですが、確かめてみますと、これを実は底辺同じ長さに書いてあるんですね。で底辺同じ長さに書いてまして、全部底辺を合わせてみる。そうすると実は高さが全部一緒になりますので、この3つの三角形は、同じ、面積となります。でこのように底辺が共通の場合、頂点がこう違って、もう一つの頂点が違って形が違っても、形は違いますよ、このそれぞれ形は違うんだけど面積は一緒になるという原理がある。これはここがこの底辺と同じ平行線である場合です。で、底辺と平行な線に頂点があって、これが例えば左右に動いてもこの面積は変わらないという考え方を、ちょっと中学的な表現で言うと、まあこの三角形のちょっと見ますか、等積変形、面積が同じ形で形だけ変わっていくというふうに言います。この三角形の等積変形という考え方は非常に中学の数学で重要というか、高校入試でもよく出てくるポイントですので、このイメージを押さえておいてください。それから2点目、まあ今日ご説明したいことの2点目、まあこれも言われれば当たり前なんですが、これなかなか気づきにくいところがあって、これも なおかつ高校入試でよく聞かれているポイントですので知っておいていただきたいんですけど、この底辺、まあ、どの辺でもいいんですけど今注目する底辺にしますね。で底辺の真ん中の、点を中点と言います。まあ、こうある辺の真ん中の点を中点と言います。で中点だということはこことここが同じ長さということですね。でそうするとここに2つ、ここで中点を結ぶ線のことを中線って言ってます。ある辺の中点ともう一つの頂点を結ぶ線のことを中線って言ってます。で中線で元の三角形を二分割すると、左右の三角形はこれこの四角のマークは面積が等しいということです。だって高さは一緒ですよね。これ形は違うけど高さは一緒です。で底辺が一緒ですので、これとこれは面積が等しいということになります。中線での面積に分割というのがポイントがあります。それから面積比は、
総事費の2乗という考え方があります。で、面積比というのは面積の比率のことですが、例えばこれとこれを総事というのは中学2年生、3年生でやるんですけど、形が全く同じことを総事と言います。大きさが違うけど形が全く一緒のことを総事と言います。で、総事という形が似てる、同じだってことを総事と言ってるんですけど、総事の時のその長さの、一辺の長さの比率を総事比と言ってます。これパソコンで300倍拡大しましたので、 300% 拡大しましたので、ちょうど3倍なんですね。その時には面積は2乗になります。ここに、この面積をこの青いマークで表すと、これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個ですね。3の2乗の面積は3の2乗で9倍になるんですね。で、なぜか、だって、3分の1かける底辺かける高さです。底辺が3倍になって、高さも3倍になって、ます。拡大コピーとか縮小コピーは縦横比を、それぞれ同じ倍率で、拡大したり縮小したりしますので、ちょうどその2乗だけにの面積になるんですね。で、この面積が2倍になるという原理についてもちょっと、三角定規で確かめてみたいと思います。はい、それでは、9倍するのはちょっと大変なので4倍で考えてみたいと思うんですが、面積に関してですが、こう三角定規で、これも紙の上に載ってした方がいいですね。はい、これが面積、元の、面積だとします。これに対して、2倍の長さになるように相似の三角形を作ってみましょう。もうちょっと上に出した方がいいかな。はい、これと2倍の長さを作るためには実はこうすればいいんですね。まあ、パズルみたいなもんで、こうですね。大丈夫、見えるかな、大丈夫ですかね。そうしますと、分かると思うんですが、ここではみ出てるか。はい、この三角形とこの三角形は、大きな三角形は全く同じ形です。直角二等辺三角形で、これが1台に対してこれ2ですね。これ2です。で、底辺もこれ2です。これの2倍になってます。ということは、まあ、ちょうどこれ、相似比が2倍ということになります。そうすると面積はまさに 1,2,3,4 倍になっているということですね。2の2乗で4倍になっていると。これ9個でもできますよ。三角定規を、10セット買ってくれば、9個でも確かめることができます。はい、それでは引き続きもう少し基礎事項を確認していきたいと思うんですが、平行な線ですね。平行な線、交わる二直線の交点の両側に平行線がある場合に、これの比とこれの比、これ対これはこれ対これ、こっち側が例えば1対3だったら、こっちも1対3になるという特徴があります。まあ、そういうことですね。で、この底辺も1対3ということになります。それから、実は今日は三角形中心にあるんですが、こういう四角形を引き伸ばした場合でも、やはり、相似比が M 対 M ならば、面積はちょうどその、辺の2乗ずつの比になるんですね。
まあ、1対3だったら1の2乗と3の2乗で1対9ということになるんです。はい。それからこれはいいや。はい。まあ、以上ですね。で、以上をもとに、なんと、これだけを知ってると、高校入試の問題が解けてしまうという話を今日はいたしたいと思います。はい。2つ問題があります。こっちがまだ簡単かな。こっちの方が簡単だから、ちょっと、やっていきましょう。で、実は、千葉県公立高校入試の、問題で、第4問が証明の問題です。で、証明の問題の前半の証明のところは、ちょっと簡単に説明できないし、まあ、小学校6年生では無理なので、まあ、そこは今日は割愛をしてあります。まあ、無理というか、小学校6年生の方に しっかり理解してもらうためには十分な時間が必要ですので、今日はその前半の証明のものは無視しまして、後半の面積の問題について、実は簡単に解けてしまうということで、これが2018年の千葉県公立高校の後期の問題です。中学3年生が解いた問題ですが、まあ、その要点だけを抜粋するとこういう問題です、はい、こういう二等辺三角形があると ABC はで、ここの印をつけたところの長さが等しい、つまりこれとこれが二等辺であり、なおかつこれが中点なんですね。中点ということはこことここの長さが全部等しいということです。で、その時にこの B と中点を結ぶと、こちらの中点、そしてこの C と中点を結ぶと、そしてできたここの三角形、この三角形はの、何倍がここの大きい三角形になって、でちょっとここ書き忘れたんですけど、これちょうどこれの、まあ、これの長さに等しい、つまり印で言うと2つ分ですね、はい、ということです。はい、それではこれで考えてみたいと思うんですが、どう考えればいいでしょうか。はい、なんか、どうですか、これちょっと大きい、ぐらいですかね。まあ、見えますね。これの面積の何倍がこの大きい三角形であるかということです。さて、これを今から解いていきたいと思うんですが、ちょっと解いていきますね。はい。で、こういう問題は実はもう一つ補助線というものを引きまして、考えるとヒントになることがあります。はい、じゃあここに A と G を結ぶ補助線を引いてみましょう。補助線を引いてみましょう。で、そうすると、実はこれとこれはちょっと角度を変えてみますよ。この三角形とこの三角形って何か気づきませんか？これ中点です。はい、先ほどやりました、中点を連結するとその面積が、ちょうど二等分されるという話を、こっちの下か、先ほどしたと思うんですが、この原理ですね。つまり、もう一回やりますと、これです、まさにこれですね。中点をで分割すると2分割される、これ左右が等しいということです。ということはまずこれとこれが等しい、等しいことを丸で書いていきますね。こことここが等しいと、面積等しいということになります。さて、その次なんですが、
厳密にはちょっと証明が必要になってくるんですけど、ちょっとそれは省略して、この形、これとこれの形って同じだと思いませんか？これ実はこれ全く同じ形なんです。まあ、これ線分が等しくて、これも等しくて、実はここが等しいということも証明できるので、三辺が等しいからこれとこれは等しい。そうするとこの丸がここにも等しい。でそうすると次にここ、今度ここの三角形注目してみましょうか。この三角形で、この三角形もどうでしょうか。この三角形で、これも実はこれが中点ですので、これも等しくなります。はい、ここまでいきましたね。でそうすると次に今度これに注目するんです。これに注目すると、でそうすると今度この三角形とこの三角形に注目してください。これ底辺がこうちょうど 中点になってますね。ここでこれ頂点を中線で分割してますので、この面積とこの面積等しい。でこれ3つ丸が3つありますので、ここにも3つあるはずで、なおかつまたここを見ますと、こことここはやはり中点ですので、あ、これは中点だってことはちょっと他の証明が必要なんですが、中点ですので、それは後で、発展編でやりますけど、こことここ等しい。そうすると、丸6個分になります。この面積の6倍がこれになります。最後にこう見るんですね。これ1とするとこの面積が6になったと。でこれとこれが等しいので、これがまた中線になってますので、これが6なんですね。丸6分1234566、そうすると6と6で12倍です。12倍、という形になりますので、実はパズル的に、実は12倍というのが出すことができますので、今日やりました、基礎編でやりましたこの、原理ですね、もう一回確認しますよ。特にこの原理、中線での面積2分割と中点で、を結ぶ線だと2つの面積は左右が等しいということ、それから面積比は相似比の2倍になっているということ、それから今日はあんまり使いませんでしたけど、透析変形ということを使っていただくと問題が解けると思います。で実はもう一問やろうと思ったんですが、今日のところは前半はこれで大丈夫ですので、今日は、三角形の面積、誰でも知っている2分の1かける底辺かける高さ、地方学校的に言うと底辺かける高さ割る2ということを使っていくと、さまざまな、あと三角形の性質を使っていくと、高校入試問題も解けてしまうぐらいに、一部ですね、全ての問題じゃないですけど、面積の問題は基礎的なことが重要だということを確認していただければと思います。はい、ということで前半は以上ですので、また10分後に後半をいたします。それではまた。